ウィス・フェルナンド・ムリエル・フルトは、コロンビア・アトランティコ県産と、トマス出身のサッカー選手。コロンビア代表、アタランタ BC 所属。ポジションはフォワード。ムリエルは、世界のサッカー界で最も有望な若手の一人として考えられており、ヨーロッパのビッグクラブである、マンチェスター・ユナイテッド FC、アーセナル FC、FC バルセロナから関心を寄せられ、メディアからは、 ブラジルの伝説的ストライカーのロナウドと比較されている。コロンビア代表としては2012年にエクアドルとの 2014FIFA フフワールドカップ南米予選で初出場、翌年のグアテマラとの親善試合で初得点を記録した。アトランティコ県サント・トマスに生まれたムリエルはアトレティコジュニオールのユースチームでキャリアをスタートさせた。しかし4年後の2005年に負傷により退団。 その後は、エスクエラ・バランキエラに入団し、2年の在籍中に出場したエイセファル大会での活躍が、デポルティボカリの関係者の目に留まり、2007年下旬から1ヶ月間トライアルに参加した。2008年1月から、同クラブのユースチームに入団し、U-18 リーグで29得点を挙げて、得点王に輝く活躍を見せたことで、 個性エウゲニュエルナンデス監督のもとでトップチームへと引き上げられ2009年1月12日のエンビガド FC 戦でプロデビューを果たした2010年3月3日のク田クデポルティーボ FC 戦で初得点を挙げると3日後のオンセカルダス戦でハットトリックを達成するなど主力として対談するまでの間に9得点を記録した対角のみならず 得点力の高さからイバンデネ・バレンシアーノのようだと言われた。2010年5月13日に保有権の70%に当たる遺跡金190万ドルでウディネーゼ・カルチョへ移籍した。同年7月12日にはウディネーゼのジャンパオロ・ポッツォがオーナーを務めるスペイン2部のグラナダ c f へ、同僚のギリエル・メシケイラと共にレンタル移籍したが7試合無得点に終わった。 2010から11シーズン終了後に、ウディネーゼへ復帰したムリエルは、2011年8月31日に、US レッチェへ、レンタル移籍した。レッチェでは、中心選手としてプレーし、10月27日の、US チッタディパレルモ戦で、セリエ A 初出場、12月4日の SSC、ナポリ戦で移籍後初ゴールを記録。 移籍後に得点目となった12月22日のインテルナチオナーレミラノ戦でドリブル突破から先制点を挙げた。また4月7日の AAS ローマ戦では同胞ファンクアドラードのアシストでの得点を含めてコンビを組むダビドディミケイレと共に2得点を挙げる活躍から同試合の最優秀選手に選出され勝利に導いた。 最終的に29試合7得点を記録したものの、チームをトップリーグ残留に導くまでには至らずに、セリエ B へと降格した。2012年夏にウディネーゼへ復帰すると、レンタル先での活躍が認められて9月12日に、同クラブと契約を5年延長した。デビュー戦となった8月25日のアッコフ、フィオレンティーナ戦で、先制点をアシストし、 上場のスタートを切ると、レッチェ時代と同様に、ローマやインテルといった競合から得点を挙げるなど、活躍を見せ、また、最終節で再度インテル相手に得点を挙げた。最終的に出場22試合中先発15試合で11得点、3アシストを記録し、アントニオ・ディナターレに次ぐチーム内2位の得点力で、シーズンを終了した。その目覚ましい成長から、 同シーズンのセリエー年間、最優秀若手選手賞に、AC ミランのステファン・エル・シャーラウィと共に選出された。その後、国内外の競合から関心を寄せられたものの、当面は、フランチェスコ・グイドリン監督の下で選手として、成長向上していきたいと残留を決意した。2013から14シーズンに、背番号を与えられたムリエルは、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14。 予選プレイオフの NK 白キブリーエグで2得点を上げた。リーグ戦では、昨季のコッパイタリア王者 SS ラチオとの開幕戦でシーズン初得点を上げ、続くパルマ FC 戦をペナルティキックで得点、ボローニャ FC 戦では1点を追いかける中で、ディナターレの同点弾を素晴らしいアシストにより演出した。9月17日には、クラブと契約を2018年まで延長。 10月30日の US サスオーローカルチョ戦でリーグ3得点目にして決勝点を挙げた。2015年1月22日、同僚のアンドレア・コーダと共に UC サンプドリアへ買取オプション付きでのレンタル移籍が決定した。2017年7月8日、セビージア FC はムリエルの移籍に関して UC サンプドリアと合意したことを発表し、7月11日に 正式に5年契約を結んだことを発表した。2019年1月1日、アッコフ・フィオレンティーナにシーズン終了までのレンタルで移籍した。2019年6月21日、アタランタ BC に移籍することが発表された。2019年10月19日のラツヨ戦で2得点、10月27日、フルスディネーゼ戦では、 ハットトリックを決めるなど、リーグ戦で18ゴールを決め、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2020から21シーズン、セリエ A では36試合に出場、キャリアで最高となる22ゴールを挙げた。U-20 代表として2011年の、トゥーロン国際大会で優勝チームの一員だった、ムリエルは、U-20 コートジボワール戦で得点を挙げた。 同年の 2011FIFAU-20 フフ20ワールドカップにも出場し、グループリーグ初戦の U-20 フランス戦で2得点、3戦目の U-20 韓国戦で決勝点を挙げて、決勝トーナメント進出に貢献。ベスト16のコスタリカ戦で先制点を挙げ、同大会で合計4得点を記録した。A 代表としては、2012年5月16日に、 オセペケルマン監督のもとで 2014FIFA ワールドカップ南米予選のペルー戦とエクアドル戦に向けて初招集され6月10日に 2014FIFA ワールドカップ南米予選のエクアドル戦でエルキンソトに代わり途中出場でデビュー2013年2月7日にグアテマラとの親善試合でカルロスバッカのクロスから代表初得点を挙げたありがとうございます